入り口みたいなものは見当たらないね。こんな画像もありましたが、この壁じゃないでしょうか。少し音が軽いと思いませんか。向こう側が空洞になっているよね。どいてくれ。かなり頑丈な壁みたいだな。さっきの写真なんですが、どこか実物と違う気がするんです。確かに少し違う。でもどういうことかしら。クッカもお手柄だぞ。
ヒルマ。あれ？みんな？イルマ！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 みんな、来てくれたんだね。こんなところで何してたの？心配したんだぞ。ごめん、じいちゃんの研究内容を調べてるうちにロストセントラルに入るヒントを見つけて、ちょっと様子を見に来るだけのつもりだったんだけど、強そうなドールズに通路を塞がれちゃってさ。連絡を取りたくてもジャミングがひどくて身動きが取れなかったんだ。助けに来てくれてありがとう。相変わらずなんだから。まったく、研究に我を忘れるのはお前らしいけどな。しょうがないやつだ。心配したんだからね。でも無事でよかった。よかったね。イルマを見つけられたのは君たちのおかげだ。そうね、ありがとう。そんなことないよ、みんなの力だよね。イルマ、あなたに話があるの。君たちは？私たちクロフォードに頼まれてセントラルシティから来たんだよ。ああ、セントラルキャノンの調整に必要なデータだったね。前回の戦闘でセントラルキャノンでダークパルスにダメージを与えられることは分かった。でも同時に大きな課題が2つあることは君たちも把握していると思う。一つは出力。ダークパルスにダメージを与えることはできても破壊には至っていないからね。これにはフォトンの圧縮率を高めた上で圧縮したフォトンをそのまま打ち出せる加速器が必要だ。もう一つは耐久性。今回セントラルキャノンを一発撃っただけで方針が破損してしまった。補強すべきパーツは方針とフォトン加速器。発射機構内部のフレームにはより耐久性の高い材料が必要なんだ。まあこれらの問題はクロフォードに伝えた通り、ここの資材と技術を使えば解消できることは試算できた。で、ここからが本題。実はここからさらに進んだエリアにかなり有用なデータや機材がありそうなんだよ。全然わからないわよ、イルマ。つまり昔ダークファルスを撃退したロストセントラルの兵器、それに使われた資材と技術データを見つけたんだけど、それ以外にもいいものがありそうなんだ。え？奥に行けばわかるよ。みんな、ついてきて。雰囲気が変わってきたよね。ここはもう、ロストセントラルの内部ってとこだろうね。どうして徘徊してるな。みんな、油断するなよ。Success. Trial start.Come on.
success. ロストセントラルの制御中枢、コアユニットだよ。さて、調べさせてもらおっか。まあ、みんなはちょっと休んでてよ。セントラルの人、ちょっと来てくれる？手を貸してほしいんだ。僕はこっちを進めるから。ええ、いいわよ。電源が軒並みダメね。予備電源も空っぽ。まあそりゃそうだよね。このバッテリー使ってよ。それでも持つかどうか。あ、サブユニットの方は生きているみたい。あ、それならそっちを使おう。よし、コアのシステムもいけそうだ。サブからの配電をメインへの直列にして、念のためセーフモードにするわよ。そうだね。てか君やるね。理解が早くて助かるよ。それはお互い様。すごい、ヒルマと会話が通じてる。うちのマノンも結構やるでしょ。動いた。そのはずだよ。さて、中身を見せてもらおうかな。どうやら眠っていた連中も起こしちゃったみたいだね。こいつらは俺たちが片付ける。イルマの作業を見てるだけじゃ眠たくなるしな。なんて多さだ。
タイラス！メリー、こいつらを引きつけろ。トゥーリはあそこへ。任せろ。やっ、いい連携だわ。こっちは私たちが。Thank you.
ましたね、皆さん。素晴らしいチームプレーだ。よし、早いところ情報を入手して戻ろう。思った通りだ。ここにはダークファルスに関する情報が保存されてる。え？これがあればダークファルスを倒せる可能性が格段に上がるはず。ん？これは？おじいちゃん？このファイルを見つけたのはおそらくわしの孫たちだろう。お前たちに伝えておきたいことがある。ロストセントラルに残されたデータを調査した結果、かつてこの地で暴れたダークファルスはまだ成長段階だったことが分かった。不安定で真の力を出すことはできなかったようだ。わしは遠くない将来、再びダークファルスが現れ、完全体にまで成長するのではないかと見ている。役に立つか定かではないが、ロストセントラルを襲ったダークファルスの戦闘データを残しておいた。これをもとにダークファルスを倒すための方法を見つけてほしい。タイバス、トゥーリ、イルマ、クッカ、メリ、親代わりとして途中までしか面倒を見ることができず、すまない、許してくれ。お前たちは立派に成長することを望んでいるよ。五人が力を合わせれば誰にも負けない強いリーダーになれる。いつまでも仲良くな。じいちゃん、おじいちゃん、ありがとう。おじいちゃん、大丈夫よ。私たち、しっかりやるから。君たちには世話になったな。お弁当作ったの。帰りに食べて。ありがとう。データはしっかりと受け取ったよ。これで今回の任務は完了だ。イルマを助けてくれてありがとう。改めて礼を言わせてもらうよ。セントラルキャノンの改良は任せて。クロフォードと協力して進めるから。ではみんな、戻ったらゆっくり休んでほしい。それじゃ、失礼するよ。じゃあ、行きましょうか。お気をつけて。また来てくれ。必ずね。うん、もちろん。じゃあね、みんな。